はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ、今日はドラゴンクエストオフラインなんですが、こちらね、店舗によって限定特典っていうのがね、あるんですが、今日はその特典、まあご紹介とどこで買った方がいいのかっていうのをね、今日はお話ししていきたいと思います。まあどういったとこで買ったら特典がつくかというと、スクエアエニックス e ストア限定、ローソンロッピー HMV 限定、アマゾン限定、スチームストア限定、そしてプレイステーションストア限定といったね、まあ、こういった形の限定特典が各ありますので、まあ、今日はねそれをご紹介していきたいんですが、まあ、まずその前に、ドラゴンクエストオフラインといっても、通常版、デラックス版、超デラックス版といったね、そちらから3種類、またね、さらに種類がありますので、まず最初に、こちらのね、違いをご紹介していきたいと思います。はい、通常版が、価格が8580円となっております。そして、パッケージ版、ダウンロード版、両方ありますが、こちらはね、バージョン1のみにしか、適用されません。そして、ダウンロード版購入特典、ダウンロード版を買った人には、このドルボード、ルビープリズムがついております。まあ見た目がね、ちょっとね、キラキラと光ったね、赤いルビーのね、ドルボードなんですが、まあ前回説明した通り、黄色いものにレバーがニョッキリね、2本生えたものなんですが、まあ見た目あんまり気にしない人はいいんですけども、ちょっとね、気分変えて冒険したいよっていう方はね、ダウンロード版だろうがいいんではないんでしょうか。そして、早期購入特典として、エンゼルスライム号、そしてドラゴンクエストオンラインで装備ができる、ふわふわネルゲル、そして元気玉1個といったものがついております。まあ、キャラ育成にはですね、すごい必要なこのエンゼル棒、なんと、経験値がね、敵からもらえる経験値が 110% に、ね、なるという品物、そして元気玉がね30分だけなんですが経験値が2倍になるというアイテムとなっております。エンゼル棒は装備なので、まあ装備してる間はずっと、効果はあるんですが、まあ元気玉の場合は30分という時間限定なので、まあアイテム使ってしまえば消費してしまうので、まあ一回限りなんですけども、まあこのエンゼルスライム棒が効果ずっと続くので、キャラ育成にはねいいんではないんでしょうか。そしてさらにプレイステーション4、5限定ではこちら、ドルボードのメーダープリズムがついておりますので、こちらの先ほどのプリズムをね、もう僕はモンスターに乗りたいんだと、ドラゴンクエスト8ではキラーパンサーに乗れたならば、ドラゴンクエストオフラインではね、メーダに乗りたい。まあそういった方はね、こちらの、プリズムに変えてみてはいかがでしょうか。まあスイッチの限定のものっていうのがないからね、ちょっとスイッチ勢はちょっとね、損した気分になっちゃうよね。そしてデラックスバージョン、12,980円からとなっておるんですが、まあもちろんね、この通常版、今言った通常版っていうものがね、全部ついております。まあダウンロードとプレイステーション版は、各ね、そっちのプラットフォーム買わないと、ついてこないのでご注意ください。そして、通常版と違うのが、来年の春発売のバージョン2がね、もうすでに値段に込みになっております。さらにドラゴンクエストオフラインについてるアイテムとして、ダイヤモンドプリズムとおしゃれ装備のロト装備シリーズがついております。これダイヤモンドね、ドラゴンクエストオンラインにもあったんですけども、出た当時はね、これをね、プリズム変えてるだけで、かなり羨望の眼差しで見られました。すごい、あの人ダイヤモンドプリズム持ってるんだっていうね、目を輝かせながらね、見られて、もうかなりね、優越感はあったんではないんでしょうか。まあ、なので、見た目がね、さっきのルビーよりはね、かなり豪華なものなので、豪華に行きたいんだ、僕はキラキラもっと輝きたいんだっていう方は、このダイヤモンドプリズム、ね、続けてください。そしてこのロト装備、これかっこいいよね。もちろん、ね、攻撃力、防御力、そのままあるのかといったら、そうではない。ただの見た目装備、おしゃれ装備。なので、効果は正直何もないです。まあ、もちろん一番最低限の守備力、防御力なんではないんでしょうか。ただ見た目がね、このかっこいいロトの装備でね、冒険できるので、ロトシリーズがね、大好きだよっていう方はね、こちらデラックス版購入してみてはいかがでしょうか。そして、デラックスバージョンのプレイステーション4、5限定版にはプラス追加がございます。はい、さらにメーダプリンスプリズムっていうものと、
超大型拡張ダウンロードコンテンツ先行プレイ券っていうものがついてまして、まあメイダプリズプリズムはね、まあ、色違いのメイダプリズムと思っていただければ大丈夫です。そしてバージョン2を他の人よりね早くできるという先行券付きなので、まあ、両方やるって決めてる方はこちらデラックス版を買った方がお得なんではないでしょうか。このねロトシリーズの装備もついてくるし、先行プレイ券もついてくるし、ダイヤモンドプリズムもついてくるので、かなりお得なバージョンとなっております。さあ次、超デラックスバージョンなんですが、まあ、こちらねちょっとね紹介する前に先にねちょっとご説明するんですが、実は、スクエアエニックスイーストア限定ではもう完売しちゃっております。話れば、ローソンロッピーで数個あと残ってるかなっていうぐらいなので、どうしてもね欲しくなったらねもうローソンにすぐ走ってください。そしてその超デラックスバージョンの中身は価格が 15,730円とね、まあ、ちょっとね割高になっているんですが、もちろん通常版デラックスバージョンのものがついております。もちろんプラットフォーム違いではついてないものもございます。さらにですよ、これね僕ねめちゃくちゃ欲しかった超デラックスバージョン買えばよかったと思ったのが、この仲間コスチュームセット5種ね、まあ、この装備ね限定装備なんですよね、あのドラゴンクエストオンラインの中でも、まあ、特に左のまゆちゃんの、小悪魔ドレスセットだとか、このヒューザの VK コートだとか、ダストンのアロハセット、これがね限定なんですよね。まあプスゴンはねいつでもね交換できるんですけども、あとプクリポノのねあのこの羊の衣セットっていうね、まあセット装備なんですが、まあこれがついてるということなので、仲間の見た目装備を他の人とは違う感覚でね冒険できるので、この仲間コスチュームセット5種ねかなりいいと思った。そしてさらに、ドラゴンクエストオンラインで使えるチャットスタンプと黄金の花びら10個、まあこれ正直さ、まあさっきのさあのネルゲルもそうなんですけども、正直ねオンラインやらないって決めてる方はね正直いらないよね。こっからなんか運営さんもオンラインにね導こうとね、もう匂いがプンプンする、ちょっとね商売系の匂いがするんですけど、まあ正直ねオンラインをやらない方にはね、まあいらない存在だよね。まあただオンラインをやってる方はねかなりありがたいものなんですけど、さらにこちら、まあ、ゲームとは関係ないんですがグッズとしてドラゴンクエスト35周年記念ロゴビンズ、そしてドラゴンクエストオフラインスプーン S はぐれメタル35周年バージョン、そしてドラゴンクエスト10オフラインレフリールマグカップ35周年バージョンがついてこちらの価格となっております。まあ、超ね超ドラゴンクエスト大好きです。もう今までかつてね欠かさず僕はやってます。そんなねグッズがもらえるなんて嬉しいっていう方は超デラックスバージョンすごい嬉しいと思うんですけどね、マグカップとかね僕ねこういう限定もって使いづらいんですよね。ただの置物とかすんで逆に僕はちょっといらないのかなと思ってしまったんですが、正直ねゲームをやるだけなら、まあでもまあドラゴンクエストね、シリーズ大ファンっていう方はねすごくねお得なデラックス超デラックスバージョンなんではないんでしょうか。さあといったね通常版デラックス版、超デラックスバージョンの違いです。ちなみに超デラックスバージョンがスクエアエニックスイーストア限定とローソンロッピー HMV 限定のみの購入でしかないので、まあ、基本的にね Amazon、Steam、PlayStation ストアではね買えないので、それだけねお気をつけてください。さあということでここからですね本題はドドン、スクエアエニックスイーストアで限定で買うとゴルボードにサファイアプリズム、そしてアトラスコイン1個ついています。まあプリズムは先ほどからね説明しているものなので、まあ、気分によって変えたらいいと思うんですが、このアトラスコインっていうのがバトルチョーカーっていうアクセ、まあドラゴンクエストオンラインのね装備の、話をしてしまうんですが、バトルチョーカーっていう装備、まあ、首装備ですねの装備アクセを落とします。で攻撃力が7上がっておしゃれも6上がるっていう形になっております。なので、まあ、前衛色、まあヒューザーだとか、まあ戦士だとかバトルマスターだとか、まあ攻撃力前衛職をね攻撃力を上げたい、火力を上げたいっていうね、まあ職業に装備するといいんではないんでしょうか。
まあ、なので前職好きな方はこちらのアトラスコインを、ね、もらった方がいいと思います。ローソンロッピー HMV 限定の場合だとドルボードのメタスラボードプリズム、そして悪霊の神々コイン1個がついてきております。まあプリズムはねちょっとね簡単にメタスラがついてるっていう、まあ気分的に変えてどうぞっていう形なもんなんですけども、悪霊の神々のコインのアクセが、まあ顔アクセとなっておりまして、守備力が2、おしゃれさが2とステータスが上がります。あれちょっと、まあ、さっきのバトルと超過より全然じゃないですかって思う方、こちらが特殊効果がすごいんですよ。これオンラインともし同じなんであれば、戦闘開始時で 6% で必殺チャージができます。まあ、戦闘開始にね、あの強力な必殺技を叩く、例えば、ボス戦の前に使ったり、まあ福引きでね、まあ僕の予想なんですけどメタキン軍団登場っていうね、まあこの間説明もしたと思うんですけども、まあそういったものに会心の一撃系のね必殺技を持つ、キャラクターに装備させてやると、まああっという間にね倒せたりすることができると思うので、かなり強力なねアクセだと思います。そして Amazon 限定だとなんとドラゴンガイアコイン1個がついてきます。めちゃくちゃしょぼいじゃんって思うよね。ただこのドラゴンガイアコイン、こちらがですね、なんと、大地の竜玉というアクセ、まあその他アクセに部類されるんですけども、守備力が5、そして一番すごいのがヒットポイントが25上がります。そしておしゃれさがね8上がります。まあなのでヒットポイントを上げる装備なので、まあヒットポイントが少ない魔法使い系だとかソウルとか、まあ別に前衛系でもね装備させることができますよね。まあなので汎用性のあるねすごいある装備だと思う。そして Steam ストア版購入特典がスラベスボードプリズムとベリアルコインとなっております。まあこれスラベスはスライムベスの赤いね、スライムベスのねドルボードだと思うんですけども、まあこちら気分によって変えてください。そしてベリアルコイン、こちらがですね銀のロザリオで、守備力が2、おしゃれさが4といったねステータスがあります。かなり抑えめですよね。ところが特殊効果で致死ダメージ時 10% で生存します。即死ダメージを食らったり HP をね自分の HP を超える大ダメージを食らった時に HP1 だけね残して生き残ることができます。なので、まあ、職業が僧侶とか、まあ、大ダメージを受けて死んでほしくない職業とかにね装備させるとね全滅しそうな状態で立て直したりすることもできるので、まあ起死回生ができるねアクセだと思うので、かなり強力な、装備だと思います。そしてプレイステーションストアがダウンロード版限定なんですけども、こちら元気玉1個というね、めちゃくちゃしょぼいねこれ、プレイステーションストアからはね、まあ、といった内容の、違いになっておりますが、まあ、あくまでも今言ったものはオンラインの内容の効果なんで、そのままオフラインにね適用するかどうかも分かりません。だし、まあ、コインねもらってすぐね挑戦できるかどうか、ちょっとストーリーを進まないとできないかもしれないし、まあ、いけるとしてもレベル1とかレベル2とかで倒せるようなボスではないので、まあ、ある程度ね、そこそこレベルが上がらないと倒せないような仕組みになってるとは思うので、まあ、もらってもね、すぐに生きる状態ではないと思います。じゃあ、どこが一番おすすめかというと、まあ、ね、消去法でいくと、プレイステーションストアはね、もう元気玉1個だということなので、まあ、これは正直ないなと思いました。で、このコインの違いなんですよね。アトラス、悪霊の神々、ドラゴンコイン、ドラゴンガイアコイン、ベリアルコインといったものなんですけども、まあ、先ほども言ってドラゴンクエスト10の内容だったんであれば、僕は一番ドラゴンガイアコインがね、一番おすすめです。まあ、なんせヒットポイントを上げるし、ヒットポイントを上げるっていうのは、どの職業に対して別にないから、例えばね、中世の超過は攻撃力が上がるので、まあ、職業、戦士だとか、まあ、戦士系のキャラ、ヒューザン。まあ、そして悪霊の神々コインは、まあ、必殺チャージが 100% ではないのでね。あくまでも 6% なので、まあ、効果が発揮するかどうかわからない。そしてベリアルも、まあ、
即死効果食らって HP 値で残るっていうのも強いんですけども、まあこれもまあ職業は誰でも確かに選ばないっちゃ選ばないけど、まあ一番死んでほしくないね、あの僧侶に装備させるのが一番いいと思いますよね。ただこのドラゴンガイアはヒットポイントを上げるっていうので、まあ、どの職業どのキャラに装備させても、まあ、正直ね優劣はつけにくいので汎用性があるアクセだと思うのでね、まあ、ドラゴンクエストオンラインでもねすごく大人気なアクセとなっておるので、僕はこの中でドラゴンガイアコインが一番すごいいいな、気になるなと思います。はい、ということでね、今日はですね店舗別の特典アイテムの違い、そしておすすめはっていうね動画でした。まあ、ゲームをやってればいつか取れるアクセだと思うので、まあこれを先に取れるか取れないかの違いだけなのでね、まあ取れたらまあ嬉しいけどね、最初にね、うん、まあ人とちょっとね違うスタートダッシュができるっていうだけで、まあ結局最終的にはね全部取れるとアイテムなのでね、安心してゲームを楽しんでください。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。